ベルって好きなお菓子なんだい？へえ、大福か。全然イメージじゃないね。いやあ、刹那圭介だよ。今更思ったんやけど、ベルって誰？全然出てきてないけど。ベルって誰なんだろうね。ああ、ここに入ってアイテム取ってから出てきてセーブしたんね、前回は。あの女の子気になるけど、どうしようかな。行ってみた方がいいんかな。ってあれこっち道あるし。女の子がおるけん。とりあえず、あの女の子のとこ行ってみるけど、ちょっとする。こいつらする。こいつらもう、なんつうか、メンヘラ3人衆はスルーして、こいつ。痛い。痛いよ。両目があるはずの場所が大きくくぼみ、まぶたをする。少女の指の隙間から血がにじみ出している。殺された動物が追いかけてきたかと思えば、今度は殺された子供が次々現れる。誰？誰かいるの？答えとこ。優しさを見せよう、優しさを。お前、魔女に食われたのか。ごめんなさい、ごめんなさい。何を謝っている？私、黒い森で遊んじゃいけないって知ってたのに、ごめんなさい。ママ、ごめんなさい。あ、そうか。子供たちか。ここに迷い込んできて、魔女にやられたわ、子供たちか。そういうことか。帰りたいよ。どうして真っ暗なの？怖いよ。嫌だよ。ママ、早く迎えに来て。帰りたいよ。吐き気がする。吐き気がするの一言で終わらせるだけの精神力が持っとんじゃん、ハンス。子供たちか。迷い込んできた子供たちか。帰ってこようやった子供たちか。牢屋がある。何これ。魔女が子供を捕らえておくための場所みたいな感じ？キッチンでないか。ここに捕らえてきた子供たちに料理作らせたんか、あの魔女は。特になんかあるわけじゃなさそうな気はするけど、ないかな。あ、これなんかありそうやな。半透明のトマトシチューの中に子供の人影が見える。君なの？一緒に遊んでほしいのは。いや違うし、俺妹探しに来ただけやし。何の話かさっぱりわからんな。そうだよね。見たところ君は大人だし、僕らと遊んでたって楽しくないだろうね。おかしいな。確かに女の子の声がしたのにな。ヘンゼルっていうのはお前か。僕を知っているの？魔女に食われたヘンゼルなんだな。そういう君は誰なの？ここで何をしているの？ハンスだ。妹を探している。君の妹がいるんだ。迷子？なら心配だよね。残念だけど、僕はこの通りお鍋の中から出られないから何も見えないんだ。お鍋の中に入っとはいない。やたら気楽におるな。結構いい温度なんか。温泉気分で入っとんか。お前健康的やな。お前多分グレーテルの方が。あたりもよく見えるだろうし、聞いてみてよ。かまどの中にいるよ、きっと。嫌なきっとやな。きっといる。そうか、わかった。助けてやれなくてすまん。え？どうして君が謝るのさ。助けてもらおうなんて思ってないよ。僕ら呼ばれて目覚めただけなんだから。そうか。パート3になって未だにちょっとこの世界観に慣れてないような気がする。あー、かまどめっちゃある。マドそんなにかまど作って何を焼くつもりなんか。あ、子供か。かまどの中で何か焼かれている。グレーテルがおるんか、もしかして。焼け焦げた子供の口から金属棒が差し入れられて、体内を貫通し股間の間に抜けている。想像したらないな、こんなん。ダメよ、もう小さい子見ちゃあかんよ、こんなシーン。気
金属棒は物欲しい竿のように水平にかけられていて、丸焼きの子供は洗濯物のように潰された状態だ。あー、読みたくない。こんなに読みたくない。グレーテルか。そうよ。あなたはめっちゃ気楽そうに喋ってる。お前は焼かれた歯の人間か。お前体を焼くマッサージなんかないぞこの世には。ハンスだ。妹を探している。ハンスはお兄ちゃんなんだ。ヘンゼルと同じね。妹を見なかったか。俺と同じ黒髪で。知らない。あなたみたいに黒い髪の人を初めて見たもの。そうか。あなたマリアを見た。マリア・マグダレーネ。あ、マリアさん見たよ俺。いや、あ、ハンス嘘ついた。ハンス見たのに嘘ついたよ。何のための嘘か全然わからんけど。そう、よかった。気をつけてね。とっても優しいふりをしてすごく恐ろしいことをするのよ。見たらわかる。絵本に出てくる魔女は醜いおばあさんって話だったけど、マリアは美人な女の子なの。騙されちゃダメだよハンス。いや、美人の方が男をたぶらかす力あると思うんやけどな。俺はグレーテルよ。グレーテルも大きいなったらわかるよ。そういう人間になりそうやもん。そうか、気をつける。それからエイミーが遊び相手を探しているから気をつけてね。エイミーって誰やねん。国語の教科書でできたスイミーみたいに言うな。僕が目になろうみたいなあ、目になろうだったらさっきの目失った子のために目になってあげればいいのに。誰だそれは。可愛い女の子よ。遊んでって呼ばれたから大喜びしているの。小さい子って加減がわからないでしょ。私が遊んであげられたらいいんだけど、この格好じゃあね。そうだな、ガキの相手は面倒だ。ごめんね、妹さんのこと知らなくて。お前が謝ることはない、気にするな。ありがとうハンス、あなたと話せて嬉しかったわ。そうか、手がかりなしか。いや、マルガレーテのピアスがあったのだから、この近くにいたこと間違いないだろう。早く早く見つけなければ。柵の向こう、また景色が変わっているな。嘘そんなコロコロ景色変わるん。なんだこの家。魔女の家ってみんなそうなんか。いや、魔女の家ってフリーゲームあるじゃないですか、有名な。あれもコロコロ内容変わりよったもんな。魔女の家ってどこもそうなん。まだ赤ん坊の声聞こえてくる。また声か。赤ん坊の声聞こえてきすぎじゃん。これはどういう冗談、これはどういう冗談、これはどういう冗談。赤ん坊か、これどういう冗談や。赤ん坊にしてはめっちゃでかい。なんだこれ。ビッグベビーなん。ビッグダディから生まれたビッグベビーなん。ミニゲーム入った、そんな気はしとったわ。追ってくるエイミーなんこいつこいつがエイミーなん。こんなん遊んでられるか。モテ遊ばれるわこんなんひたすら逃げてくださいやって。彼女に捕まると、あ、女の子なんやなこれ、ゲームオーバーになります。行く手を阻む檻の扉は決定キーを連打することで壊すことができます。扉によって強度が違います。壊れるまで連打し続けてください。連打しなあかんタイプ、難しいなこれ。一瞬の判断でドアの場所を見つけてそれを連打で壊すか。やってみな、とりあえず。んでまたセーブさせてもらえると。早いな、エイミー早いぞお前。これよし、エイミー待ってくれよんで、ね、今待ってくれたで、今アキル待ってくれたやん。あー、指が疲れるぞこれなんなんエイミーはさ、純粋な追いかけっこを楽しむためにちょっと待ってくれよんか。あー、かあ、よかった、いける。一回目でいけたわ。案外いけたわ、疲れたけど。エイミー、なんなん、純粋に追いかけっこ楽しみに来たんか、お前。でも追い詰められたらどうするん。クソ、どうすれば。え、何ん、また。
まだ、ほんとまだで。闇の中。また闇の中入ったし。下かな。暗いよー。あ、来た。なんか来た。まだ、音でかなったし、オルゴールみたいなのがあるんか？オルゴールじゃ。古い日記帳から、なぜか懐かしいオルゴールの音色が流れている。あ、12歳になっとるわ。マリア・マグダレーネ。マリアさんの日記はまだ12歳になっとる。3年後になっとるわ。なんで3年後なんか知らんけど。小学校卒業するときの卒業文集かな、これは。読む。バツバツガツバツバツにて。子供12歳でさすがにこの喋り方はないだろう。隣の家のエイミーが大きくなってきた。エイミーの話し始めたよ。隣のおばさんは私がエイミーとすっかり仲良しだし信じてる。あ、これ9歳の時の日記のあの赤ん坊がエイミーな、もしかして。あの赤ん坊エイミーのことだったの。エイミーがいなくなっても絶対に私が殺したんだって気づかない。結局殺したんかよ。エイミー殺した後になんか細菌がもう感染してあんなでかなった。バイオハザード的なことがあった、もしかして。でもってハンス追いかけられたんじゃ。何これゲーム。明日森の中にエイミーを連れて行こう。誰にもバレない。絶対に大丈夫。バツバツガツバツバツ日。森でエイミーを殺した。あ、今から殺したんだ。ようやく殺した。ようやく殺したじゃねえよ。殺したあかんわエイミー。声を出せないように口に布を詰めて何袋に入れて運んだけど誰も見られなかった。心配して損失だったくらい簡単に連れて行くことができた。初めて人を殺した。とてもワクワクした。そんなんでワクテカなるってどんだけ貧困な生活を送りよったん。ややな。バツバツガツバツバツ日。森の中にボロ小屋を見つけた。今は誰も住んでいないみたいなんだけど、ちょっと変わった家だった。お前のお菓子の家も結構変わっとるけどな。そっちの方が変わっとると思うんやけどな。暖炉の中に秘密の通路があって、地下室に続いていたの。地下室？え？じゃあもしかしてあのお菓子の家にあったあの暖炉か。それでなんか透明なやつが来た時に場所変わったんで、もしかしてその中入ったけん。もうよくわからん。なんだかすごくドキドキした。私の隠れ家にしたお森の中の秘密のお家、今度はあそこでやってみよう。もうやってみようじゃねえよ。何作ってワクワクの気分でやるよ。ハンス。マルガレーテなのか。これがそうなんだ。妹さん。うふふ。ハンスってば本当に頭がおかしくなっちゃったのね。なんで妹に頭おかしくなった発言されないかんの。妹は俺の何をしとんだ。あ、妹やけんよく知っとわな。いや、そうじゃなくてさ、私の顔もわからなくなっちゃったんだ。マルガレーテなんだな。ハンス、スルーされたかな。なんでスルーしたん。え、ハンス、どこに行っちゃったの。怖いよハンス。マルガレーテ目見えてない。さっきの女の子みたいにもしかして目つぶされた。マルガレーテ、一人にしないで。マル。で、また光が。何ここ。今度はなんかパーティー広場みたいな、パーティー会場みたいになってますけど、誰かの誕生日会みたいになってますけど、まがまがしい血が飛び散ってますけど、血の誕生日会になってますよ。血のバースデープレゼントみたいになってます。ここは動かせる。とりあえずセーブしよう。お、第3章になったんだろうな多分。あ、第3章、食卓なんじゃこれ。ああ、豪華な食卓やな。誕生日だったんだろうな。おかしいやろ。
誕生日だったらおかしいやろこれ。誕生日の殺人事件みたいになってますって。金田一少年動くぞお前。よし、今セーブしたけどもう一回セーブして、一応所持金確認して何も変わってない。まあとりあえず今回はこの辺で時間なんで、ご視聴ありがとうございました。ははもうなんかこの世界まだ慣れんわ。もうこの次に何が起こるかっていうのが全然予想できん。ああ死に分け。どうも暴れん坊のサンタクロースです。宣伝というプレゼントします。この動画は刹那圭介の実況動画です。刹那圭介のチャンネル登録をしたいという方は俺をクリックしてくれ。皆さんのチャンネル登録お待ちしております。ジングルベル、ジングルベル、腰にくるー。